今日までありがとう。私たち別れよ。え？ゆうたの部屋にある私物は適当に捨てといて。いらないものばっかだから。ちょっと待って。サラ、コンビニ行くって出て行ったよね。うん。でも、もう戻らない。待てよ。勝手すぎないか。結婚してるわけじゃないし、別れるのは自由でしょ？いやいやいや、この子はどうすんの？5歳の子置いていかれても困るんだけど。姉の忘れがたみなんだけど、子供苦手なんだよね。は？友達の子を3時間預かるだけって言ってたよな。先月お姉ちゃんが事故で亡くなったんだけど、うち両親もいないし、その子の身内は私だけなのよ。お姉さんがいたことも亡くなったこともたった今知ったんだけど。いや、ユウの誰くってさ。この子の父親は？どこの誰かもわからないんだって。お姉ちゃんって意外と遊び人だったんだって私も驚いたんだから。この1ヶ月はサラが育ててたんだよな。なんで相談しなかったんだよ。だって27歳でいきなり子持ちなんて言ったら男にモテなくなるじゃん。俺たち付き合ってたんだぞ。一緒に育てるのもありかなって思ったんだけど、やっぱり可愛くないんだよね。そんなこと言うなよ。あんたにあげるから適当に育てといて。無責任すぎるだろ。俺は赤の他人だぞ。愛情さえあれば親子になれると思うよ。今日会ったばかりのことどうしろって言うんだよ。頑張れ。頼むから連れてってくれ。子供苦手なんだよ。どうしたらいいか全然わからない。遊園地でも行けば？はあ、警察とかやめてね。私捕まりたくないし。勝手なこと言うなよ。俺も仕事あるし無理だよ。今日から3連休だから大丈夫だよ。じゃああとはよろしくね。待てって。私忙しいの。新しい彼氏も探さなくちゃだし。最低だな。情とかないのかよ。ない。警察行くからな。それは困るんだってば。あ、わかった。じゃあ気が向いたら迎えに行くよ。それまで預かって。ね。無理だって。あ、そう。じゃああんたにその子奪われたって逆に警察行くわ。は？やばいね。犯罪者になっちゃうよ。いいのかな？卑怯だぞ。3日でいい？必ず迎えに行く。本当だな。約束する。この子名前なんて言うの？ミク。ミクちゃんか。可愛がってやってね。ったく、勘弁してくれよ。俺はユータ、28歳です。サラとは半年付き合いました。明るくて一緒にいると楽しかったので、こんな子なら結婚もいいかななんてぼんやり思っていましたが、とんでもない女でしたね。はぁ、俺って見る目ないな。正直、子供は苦手です。何考えてるかわからないし、どう相手すればいいのかわからないので。しかるべき機関に相談しようとも思ったのですが、必ず迎えに来るというサラを信じて、この子のためにも少し様子を見ようと思いました。でも、彼女はあっさりと俺を裏切ったのです。3日たち連絡すると、おかけになった番号は現在使われておりません、という。無情なアナウンスが流れたのでした。3日後。はぁ、緊急事態発生。ん？どうした？5歳の育児について至急相談に乗ってほしい。は？話せば長くなるんだけど、とりあえず5歳を育てなきゃならないんだ。話をすっ飛ばしすぎて意味がわからないし、怪しいから通報するわ。待って、自分の息子を警察に突き出すのかよ。悪いことしたら我が子だろうと関係ない。簡単に言うと、付き合ってた彼女に子供を押し付けられた。やっぱり警察ね。いや待てって。自分のこともろくにできないあんたが子供の世話なんてできるわけないでしょ。まあそうだな。ご飯はどうしてるの？コンビニのおにぎりとかパンとか。ありえない。お風呂は？女の子だぞ。訴えられたくないし入れてないよ。どこの5歳が訴えるのよ。とにかく何をどうしたらいいかわからないんだよ。彼女に返しなさいよ。迎えに来るって約束したのに電話解約されてて連絡が取れないんだ。じゃああれよ、なんとか相談所とかあるじゃない、子供を保護するところ。
いいのかな。何が？母親が亡くなって、叔母に捨てられて、施設に入れられて。この子、そんなんでいいのかな？だからって、あんたにどうこうできる問題じゃないでしょ？そうなんだけどさ、夜、俺の布団に入ってくるんだよ。寝言でママって言うんだよ。やばい、情が映ってる。まずいよな、俺独身なのに。父親なんてなってる場合じゃないよな。はあ、もう。とりあえず、連れてきて。いいの？お風呂、入れなきゃでしょ。助かるわ。それから、なんとか相談所に連絡して、今後のこととか相談しましょう。そうだな。それしかないよな。はあ、お父さんとも話さなきゃ。俺は元カノを探してみる。そうね。唯一の血縁者なら、その人の許可がないといろいろ動けないと思う。今から帰るよ。1時間あれば着くと思う。お風呂沸かして待ってるわ。相談してよかった。気をつけて連れてくるのよ。了解。翌日。もしかしてミクと遊園地にいる？なんで知ってんの？てか電話番号変えたよな。なんか役所の人からすっごい電話でさ、うざいから変えちゃった。 LINE はそのままだよ。約束の3日をとっくに過ぎてるぞ。てか遊園地来るとか仲良しじゃん。本当の親子みたいだよ。俺一人じゃ無理だから実家に世話になってんだよ。ああいいじゃん、孫みたいで喜んでるでしょ。まあ可愛がってはくれてるけど。暇な年寄りに生きがい提供したんだ。私っていいことしたんじゃない？ふざけるな、人に押し付けておいて。お前は誰と来てるんだ？新しい男か？まあね。このまま引き取ってくれよ。やだよ、そんなお荷物二度と持ちたくない。それにあんたらお似合いだよ、本当の親子みたい。この子が珍しくわがまま言ったんだ、遊園地行きたいって。はあ、最後にお姉ちゃんと行ったのが確か遊園地だったんだよ。え？その帰りに事故に遭って死んじゃったから。そうだったのか。でさ、話があるんだけど。なんだよ。500万でいいよ。何が？その子あげるからお金ちょうだいって言ってんの。お前が払うの間違いじゃないの？なんで私が？俺が金払う意味もないよな。このまま通報してもいいんだけど。は？めいっ子を元彼に連れ去られたって私が言ったらあんた終わりよ。何考えてんの？まさか最初からそのつもりで俺に預けたんじゃないよな。そんな計画的じゃないよ、今思いついたんだもん。そんな金ないし払う気もない。嘘つけ、通帳見たぞ。かなかな、ちゃっかり溜め込んでるくせに。ルール違反だろ。正確には480万だったから20万値引きしてあげる。払わない、金で買うようなことはしない。あっそ。それに俺が捕まればお前の元に戻ってくるぞ。施設行きに決まってるでしょ。え？なら最初からなぜ入れなかったんだ？お金もらえるかなと思って。やっぱり計画的だったんじゃないか。ああバレちゃった。遊園地もわざわざついてきたのか？そうだよ、その場にいないと通報できないでしょ。汚い女だな。もうすぐ警察来るよ。本当に通報したのかよ。思い通りに進まないからイライラしちゃった。私の本気見せてあげる。好きにしろ。いいんだ。俺は珍しくキレてる。怖っ。覚えてろよ、お前みたいな奴はいつか痛い目に遭う。できるもんならどうぞ、無能の低スペック男のくせに。じゃあな。数日後。人生で初めて取り調べを受けたよ。もう出てきたの？刑務所でも入ればよかったのに。その日に釈放されたわ。LINE の履歴を見せたら信じてもらえた。げ。ミクちゃんは、俺の親の養子にする。は？お前がなんで施設にも入れず、1ヶ月面倒を見てたか理由が分かったよ。理由なんかない。おばとしての愛よ。嘘つけ。ほったらかしてただろう。部屋に一人置いて。食料は置いてたし。そういうのなんて言うか知ってるか。
保護責任者遺棄って言って犯罪なんだってよ。何それ。まあそれは後でいい。とにかくお前はミクちゃんの父親を探してたな。なんでそれを。お前の SNS だよ。お姉さんのフォロワーに片っ端から連絡して父親探してたのは分かってるんだよ。だったら何よ。親を見つけてあげることの何がいけないわけ。よく言うわ。金をゆするために探してたくせに。子育てにはお金がいるのを当然じゃない。でも見つからなかったんだろ。どこに隠れてるのかしらね。無責任な男よ。まあ SNS じゃ見つからないな。その人はインスタもツイッターもやってないから。でも俺は突き止めたぞ。どうやって。ミクちゃんの頭の中だよ。は？たまにボソボソと番号を言うんだ。090って。どういうこと。お姉ちゃんはミクちゃんに父親の番号を教え込んでたんだよ。驚いた。ちゃんと繋がったんだからな。マジ。山本隆さん、ミクちゃんのお父さんの名前だ。そいつがお姉ちゃんを捨てたのね。最低。文句言ってやりたいわ。違う。離れたのはお姉さんの方だった。なんで。山本さんは大手企業の社長の息子なんだよ。え、マジ。すごいじゃん。親に結婚を反対されたらしい。身分が違うから身を引いてほしいって。うわ。それでお姉さんは妊娠のことも告げず姿を消したってわけ。お姉ちゃんらしいわ。自分を犠牲にするタイプ。小さい頃からそうだった。山本さんも探したそうだけど見つからなかった。でもお姉さんはミクちゃんがいつか困った時に頼れるよう番号を覚えさせてたんだ。はあ。じゃあ親の養子なんかにせず山本に返しちゃえばいいじゃん。当然引き取らせてほしいって言われたよ。でもミクちゃんが嫌がった。本当のお父さんと暮らそうと言ってもうちの母親から離れないんだ。ちょっと待ってよ。ってことは私が引き取れば山本からごっそりお金もらえたりするんじゃない。そうかもな。ねえ、うちら復縁しない。は。それでミクを二人で育てようよ。山本から毎月100万くらいもらえば働かずに生きていけるよ。いるかよこんなゴミクズ。うわ、ヒット。子供嫌いとはいえその言い方はあんまりだって。は。お前のこと言ったんだけど。最低。私はゴミでもクズでもない。確かにお前はこの世に存在するものに例える価値がない。言い過ぎよ。俺と両親で役所に相談して山本さんの了承も得て養子縁組の手続きを進めてる。お前の出番はない。私が引き取る。ミクちゃんはもう5歳だ。お姉さんがしっかり教育してたんだろうな。すごく頭のいい子でいろんなことを理解してる。その子が言ったんだ、サラちゃん嫌いって。はぁ。ガキに私の良さがわかるかっつーの。叩かれたとか言ってたぞ。子供は正直だからな。しつけよ。それは警察が判断する。子供の証言なんか当てにならない。お前のアパートの隣の住民はどうだろうな。え。泣き声を何度も聞いたと言ってるんだ。あったの。ミクちゃんの言うことが正しいってことをどうしても証明したかったからな。くだらない。他人の子によくそこまで肩入れできるわね。おばの私でも冷めてんのに。あんな小さい手で握り返されてみろよ。俺が守らなきゃって気になったんだから仕方ないだろ。自分に嘘はつけない。つまんない男、捨ててよかった。俺の方こそ感謝してるわ。お前みたいなクソ女とあれ以上無駄な時間過ごさずに済んでよかった。うるさい。二度と俺たちに関わるな。お前の愚行も友達に拡散しといてやるから孤立しろ。黙れ。刑務所で友達作れよ。じゃあな。捕まらないもんね、バーカ。後日談。サラは逮捕されました。ミクちゃんの背中にある不自然な傷をつけたのがあいつだと判断されたのです。俺の大事な妹に傷つけやがって。一生刑務所入ってろ。刑務所でも持ち前の気の強さで張り合っているのでしょうか。面会も手紙もなく孤独な人生を少しでも後悔していたらいいのですが。山本さんからは多額の養育費が振り込まれますが俺たちは手をつけていません。いずれミクちゃん自身が自由に使えるよう
大事に管理していきます。先日ランドセルを買いに行きました。ママが好きな色にすると水色を選んで話しませんでした。ミク、人生は辛いし厳しいよな。でも楽しいこともあるぞ。俺が教えてやるよ。頼りない兄貴だけど、遊園地くらいならいつでも連れてってやる。